はい、じゃあ1年です。今日はですね、沖縄のお土産についてね、まあ、おすすめの買い方っていうのをね、紹介したいなと思うんですけれども、まあ、僕ね、観光業だったりとか、まあ、那覇空港の人たちとか、お土産店とかね、そういったところで、お仕事させてもらうこといっぱいあってね、で、長い間ね、やってるので、まあ、裏側というかね、こういう買い方、おすすめの買い方とかね、特色とか、こういう場所でどういうの買った方がいいよとかっていうのをね、お伝えできるので、参考にしてもらえればなと思います。次の旅行のね。で、まあ、あとね、まあ、なんていうの、みんながね、漠然と思ってるイメージ、お土産のイメージとか、そういったものの違いがね、あると思うので、そこも参考にしてもらえればなと思いますね。はい。で、一番ね、まず参考にしてほしいなと思ってるのが、まず価格です。お土産の価格ね。で、これよく聞かれるんですけど、スーパー行ったら安く買えますかとかね、沖縄のスーパー行ったら。とか、あと本店行ったら安く買えますかとか、いろいろ聞かれるんですけど、まあ、実際はね、沖縄のお土産っていうのはもう全部価格統一されてます。まあ、1000円で統一とかじゃなくても、定価が決まってます。だから、例えば、ベニーモタルトの、が、ここで1000円で売られてます。もう、定価1000円なんですけど、このね、1個ね。で、1000円ですってなったら、この1000円が、北部行ったら1500円だよとか、本店行ったら800円だよとかってないんですよ。もう値引きとかなくてね。基本的にはもう全部一緒。で、これ多分だけど、まあね、一時期はね、価格競争起きて、もうほんと安くみたいな形だったみたいなんですけど、多分ね、まあちゃんと定価を決めたのか、メーカーがね、お菓子の店とかわからんけどね、まあ全部、でも全メーカーそうなってますから、まあもうこういうね、価格をね、変えるっていうのをやめようみたいな感じの紳士協定があるのかどうかわからないんですけど、まあ基本的にはどこ行っても同じ価格で買います。これ多分ね、みんなちょっとね、勘違いしてるとこかなと思います。スーパーでも一緒ですからね。で、あともう一つは、まあお土産店とかっていうのはまあどこにでもあります。沖縄のね。で、もっと言うと沖縄の定番のお土産、さっきあったベニーモタルトとかチンスコーとかこういったのは、どこのお土産行ってもね、売られてますから。なので、お土産買えないで買えるっていうことはね、多分ね、絶対ないはずです。なので、買い忘れたなっていうのは、よくあるのは、まあ、例えば産地、ここでしか買えんとかね、そういったものはもちろんあるかもしれないんですけど、お土産自体をね、買い忘れるっていうことはね、多分まあ、那覇空港まで絶対ありますから、どこ行ってもありますからね。だからそこは、大丈夫ですよっていうことですね。はい。で、まあ、ここからね、まあ、買い方というか、まあ、おすすめの買い方とか、あと、その場所場所での特徴っていうのをね、紹介していきたいんですけど、まあ、まずね、一つが、大体ね、3パターンに分かれるんですよ、買うところって。まず、まあ、那覇空港ですよね。那覇空港で、あと国際通り。で、あともう一個が、ホテルですね。この3つがね、大体みんな買うところです。で、それぞれに特徴があるのでね、それをちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけれども、まあ、旅イメージしてもらった時にね、まず一回ね、まず、いろんなとこ、まあ、ホテル、お土産店をね、観光で回るってなかなかないと思うんですけど、まずね、ホテルに泊まった時のホテルにありますよね。リゾートホテルだったら、まあ、普通の、なんていうの、まあ、ビジネスホテルとかにはなかなかないですけど、リゾートホテルだったら、一回とかにね、お土産店が入ってるんですよ。で、ここで買う人と、国際通りで買う人と、那覇空港で買う人、まあ、何がね、一番違うかっていうと、さっき言ったみたいに価格も全部一緒なので、どこで買っても一緒やしって思うかもしれないですけど、一番ホテルで買った方がいいのは、宅配コーナーっていうのが置かれてるんですよ。なので、送料が、まあ、かかるところかからないところ、一応いろいろあるんですけどね、いくら以上買ったらとかっていうのはあるんですけど、基本的に送ることができるんですね。うん。これは、普通のお土産店とか那覇空港ではなかなかやってないです。で、もっと言うと、ホテルの場合だと、クーポンの券もらえたりとか、あとね、ここのお土産店で、例えば1万円以上買ったら送料無料にしますよとかっていうのがあるんですよ。だから、そう考えると、定番のお菓子とかの、まあ、ベニーモタルトお土産って全部どこでも一緒なんでね、それだったら送料無料になるようなところで買った方がいいじゃないですか。だから、まずそこで、買う。ホテルで買う場合っていうのは基本的には定番のお菓子買ってくださいね。ベニーモタルトとかチンスコーとかそういったものですね。それを買ってもらうというのが一番いいです。で、それをまとめてね、もう送ってしまうと。うん。このねってね、国際通りとかでね、もう晩年持ってか歩くとかって、まあ、めんどくさいじゃないですか。まあ、レンタカーあるかもしれんけど、那覇空港からこんなってね、持って帰るの大変なんでね、今ね。だからまずそれやってもらうっていうのが一つですね、一番ね。で、じゃあ那覇空港行ってもデイジお土産屋さんいっぱいあるじゃないですか。でもこれじゃあどうするかって言ったら、那覇空港のお土産屋っていうのはもうほとんど一緒なんですよ、全部。で、もうやっぱコロナでもね、厳しくてなくなったりとかってもありますけど、どこ入っても一応一緒です。だから、国際通りって今ね、結構専門店街になってるんですよ。例えば、マースやってて塩屋さんね、沖縄の人とか世界の塩いっぱい集めてるところとか、あとまあ、パイナップルで有名なパイナップルケーキのククルとかね、あとバームクーヘンで有名な
服着屋とかそういう風に専門になってってるので、そこのお土産とか買うっていう方がいいんですよ。だから専門店のところにまず行くという形ですね。あの国際通りの場合はですよ。で、それでこれ買って、で専門店家賃分とかもあるじゃないですか。ああいうのはもうどこにでも売られてるわけじゃないからね。だからああいうところで探してからやると。だから専門店、国際通り行くんだったらお土産、定番のお土産じゃなくて、そういうところ、まあ、アクセサリーとかああいったのもちょっとね、多少あるんですけどね。あの、那覇区、あの、国際通りのが。ただ歩いて、あの、選べますから、基本的にはホテルにないものを探すっていう感じですね。はい。で、最後に那覇空港なんですけど、最後ね、那覇空港行ったら、もう絶対ここで買った方がいいっていうのは生鮮食品、生鮮、あの、冷蔵とかね、常温でやるやつ。まあ、生物ですよね。で、国際通りは結構生物売ってます。なので、まあ、やっぱりホテルもそうだし、国際通りも那覇空港も分かってるんですよね。自分たちはこれ買った方がいいやつ、買ってもらった方がメリットあるやつだと分かってるからね。どこも一緒の商品だから。だから、例えば一番もこ、あの、那覇空港で一番いいのは、海ぶどうです。海ぶどうは、常温しかダメなんですよ、まず。だから冷凍もダメだし冷蔵してもダメ。はい、ごめんなさい、すみません、充電が切れてしまったからね、申し訳ないんですけど、あのね、海ぶどうの話ですよね。で、海ぶどうは冷凍もダメで、あの常温も冷蔵もダメなんですけど、常温しかダメなんですよ。で、しかも常温でなおかつ賞味期限がね6日とかね7日とかしかないんですよ。常温で6日7日これでもまた暑すぎてもダメだし冷たすぎてもダメってね。結構難しいですよね。定言難儀なんですけど、これね。だから、それがあるんで、これは、例えば3泊4日とかでね、沖縄旅行行ってから、初日にね、あ、これ上等だしさ、美味しそうだしさってから買ったりとかしたら、持ち歩くのも大変だし、で、帰ってきた時にはね、もうあと賞味期限1日2日とかしかないと。で、もっと言うと、これね、またも、次ね、渡すってなったらね、もう、渡した時にも賞味期限切れるかもしれんってなるんで、やっぱみんなね、他のところで買えないんですよ。ホテルとかにもたまに言ってますけど、これはもう部屋で食べる人たちが多いんですね。だから、那覇の場合、那覇空港の場合っていうのはもう毎日ね、ちゃんと納品されてるし、だからもう6日とか7日、まあ少なくとも5日ぐらいのね、まあ飲み物動画いっぱいあるから、だからそれを買った方がいいんですよね。で、あとはまあ、蕎麦の生麺とかね、そばのあのカップラーメン、カップ麺みたいなものとかは沖縄そばのとかいっぱいあるんですけど、生麺とかっていうのはあのもちろん賞味期限短いですよね。だからそういうのを途中途中でね買ってからずっと持ち帰る、これ冷蔵じゃなきゃダメなんで、こういうのはちょっとなかなか難しいじゃないですか。だから那覇空港で生麺とか売ってますから、なもずくとかね、ああいうものとか、まああとは果物、マンゴーとかパイナップルとか、まあマンゴーパイナップルとかはね正直まあちょっと賞味期限も結構長いし、で、あのまあ買った時からちょっと寝かしてからね、熟してから食べた方がいいよとかってのあるんで、まあ微妙ではあるんですけど、まあこういったものも、まあ最後ら辺のね、ちょっと安くなってるものとかもすぐ食べてねとかっていうものは空港で買った方が絶対いいんでね。なので、こういったものをあの空港で買う。あとはまあ空港限定商品みたいな形で、ちょっとね、あのアレンジされてるものとか、パック分けになってるものとかね、そういったものがあるんで、お菓子とかでも。まあそういうものを買うっていうのが一番ベストだと思いますね。だからみんなでもそういう風になってるんですよ。海ぶどうとかもその辺とかでね、あの国際通りとかもでもいっぱい売ってるってわけじゃないんですね。だからそれを絶対選んでから買って、で、ちゃんとね、あの賞味期限とか短いものもあるから、それを買って帰った方がいいと。で、那覇空港でベニモタルトとか買っても一緒ですからね、一応。一緒のものが売られてるんで。だから、まあ、まとめると、やっぱさっき言ったみたいに、ホテルで買うものは定番商品。まあ、この、定番の、ベニモタルトとか、チンスコーとかね、こういったものをバンで買ってから、アーモリとか、試飲できるところもあるんでね。そういったところ、全部まとめてから。で、これはもう送ってしまう。うん。できれば、まあ、ね、みんなでまとめて送ったりとかしても安いわけじゃないですか。だから、二人で来てても1万円以上って言ったら、一人5000円分ぐらいなんでね。だから、1000円以上のものが多いから、5つぐらい買ってから定番商品。もうこれ2つまとめて送っておくとかね。そんな感じにして、送っておいて、あと国際通りとか、あと、まあ、美ら海水族館とかね、ああいったとこ行くってなると、まあ、限定商品売られてるし、国際通りとかだったら専門店があるから、ここでしか売ってないとかっていうのがあるんでね。だからこういうところでは買う。それ買って。それぞれでね、限定で。あとはもう最後、那覇空港とかでは、もずくとか、海ぶどうとか、空港の限定商品とか、あと生麺ね。こういう、袋に売ってますね。テリクナそばとかのね、生麺。沖縄そばの生麺とかがあるんで、ああいったものを買ってから買えるって。しかもこれ手荷物でも大丈夫だから、そのまま持って買えるっていう感じが、一番僕はいいと思います。大体そういう感じでね、みんな
工夫しながらやってるんですけど、やっぱなかなかね、裏の事情っていうか、こういうの分からないと、みんなね、どこでもね、やっぱ買っといた方がいい。これないかもしれないです。今買っとこうやつだってって、また次のところであるとかね、そういったこと多いんでね、ぜひね、参考にしてほしいなと思います。まあこれ、結構ね、沖縄の人たちでもあんまり分からないです。なんでかっていうと、やっぱり、お土産一見するといっぱい今ね、同じものが全部並んでるような感じになるし、特色ってね、なかなか見分けづらいんですけど、まあ業者として入ってたりとか、中の事情を聞くとね、すぐわかるんでね、やっぱり、ホテル側の人たちとかっていうのは、やっぱりこの定番商品をやっぱ送ってもらうように宅配コーナーを置いてたりとか、あとは、空港の人たちもね、もう定番の商品いっぱい置くよりも、まあ個別でね、空港で買った方がメリットあるっていうものをね、置いといた方がいいやつさっていう感じでね、そういう風になってます。で、国際通りもやっぱりお土産ね、いっぱい並んでてもやっぱ空港で買うから、どうせみんな。分かってる人たちはみんな空港で買うから、やっぱりもう専門店とか、専門でこれ自分たち作ったものとか、そういうものを置いた方がいいねとか、アクセサリーとかね、そういうものを置いた方がいいやつさってなってるんで、まあやっぱり特色ってちょっとね、分かりづらいと思うんですけど、若干あるんですよね。なので、そういったのをね、まあ、ぜひ知ってね。で、それでお土産買いに行ったら、旅行行ってね、お土産買ったらね、結構有意義に荷物とか万年持ったりとか、腐ってから全然食べれんとか、そういったのないと思うのでね、はい。ぜひ参考にしてほしいなと思います。はい。で、一応まあ、もっとね、詳しく、今度いろいろちょっと紹介したいなと思ってるので、例えば海ぶどうだったらどこさんがいいよとかね、マンゴーだったらどこさんがいいよとかっていうのがあるんですよ。まあ、ある程度の、内容でね。例えば、海ぶどうとかでもやっぱいろんなところで作ってるからね。久米島さんがいいよとかね。そういうのがあるんでね。この久米島のね、で作ってる海ぶどうの久米島で作ってる海ぶどうは、海洋深層水で作ってるんで、全然違うんですよ、美味しさ。まあ、粒の大きさとかね。そういったものをね、また紹介する動画っていうのもまた作ってからみんなにお伝えしたいなと思うんで。選ぶのも大変じゃないですか。ベニーもタルトも2つあるとかね、いろいろあるんでね、はい、ぜひまたそういった動画また見てもらえればなと思います。はい、まあ一応ね、日々沖縄旅行とか沖縄のね、今の感じとかね、今現時点での沖縄の状況、今ねコロナで大変だったりとかするんでね、であと流行ってることとかそういったのをね、発信できればなと思ってます。はい、まあインスタライブもよくやってるんでね、毎週水曜日と金曜日やってますから、そこで現地のねリアルなもう生配信とかもやってるんでね、ぜひそれも見てほしいなと思います。はい、じゃあ今日は以上です。